すごいしか出んよね。すごいこれ。こりゃすごいわ。ロングがいいね。気持ちいいです。ありがとうございます。これが千尋滝です。ズルン。これ映像じゃ多分分かりづらいやろな。こういうのって。だからあの水はどこから来るのな。こんなにあんな上に川みたいなの流れてるかな。だから山のから吸い込んだやつが降りてこる途中に。手洗ってる。タオル洗ってる。電気もね、やっぱないっていうか、つけてないっていうのがリアルな気するよね。うん。山小屋って気する。写真撮りたがるもんでさ、必ず怖いです。ストーリーを？うん。ストーリー撮ってる人。どうも、しぶちでございます。ライオンの顔が見えますでしょうか？え、携帯めっちゃ綺麗やん。それショートで送るから、そういうの俺に送ってよ。 LINE でいいから、携帯めっちゃ綺麗に送るよ。携帯めっちゃ綺麗よな。うん、で、どうしよう、食べよう。見せてみて。わあ、美味しそう。美味しそうですね。超うまそう。腹すごいね。何ヶ月？もう出てくる。もう出てくる。めちゃくちゃ腹出てきたやつ最近。いや、お菓子食べ過ぎっすよ、あれ絶対。じゃ食ってねえし全然。
持ってきただけでほとんど残ってる、全然食ってねえ俺あれ持ってきて食ったのはあのお豆ちゃんの袋2つだけやって昨日から今日にかけて食ってねえ、食ってない、あ、うまそう、あ、美味しそうじゃん、あ、それはうまい、絶対に。そんなもち米系のもの一口で食ったらいつまでも飲み込めんぞ、うん、おいしそうだもん、うん、食べらない、でもいい、でも早くみんな食ってくれた方がいいわ、ここでこれでここで消化してった方がペヤングの時にペヤングいっぱい食べた、ありがとう、みんなそのために食べたどっちけ、腹減って食ったでろ、飲めよ、飲めよ、飲めよ、じゃいいで、どっちそれやってペヤングも食えて、いや、なんかうるさいじゃん、戻って、イモリかって言って捕まえ、捕まえて写真撮れるじゃん、ひょっとしたらこっちシシムチってことない、川の水を浴びてる水きれい、お、魚めっちゃおる、普通に雨